うまく予定があってよかった。律路忙しいし、俺の自由時間変則だしさ。もう10日も会ってなかったね。体調はどう？うん、悪くはない。抑制剤も通常の量で済んでる。ああ、でも薬はまだ飲んでるんだね。2回のプレイくらいじゃ今まで我慢してた分は補えないか。俺は律路とプレイできたおかげで最近快適なんだ。抑制剤なしでもいいってお医者さんが。飲まずに済んでるのか。うん、やっぱりパートナーが一番の特効薬なんだね。そうか、ゆくるも同じランクってことは同じくらい欲求が深くて、だからいつも俺の気持ちがわかるんだ。買ってあげるって言ってるのに、律路の服買わせてよ。絶対俺のが稼いでるからいい、自分で買う。何かを買ってあげたい。ドムの甘やかし癖ってこれか。買わせた方がいいのか。なんかでも新婦の収入少ないって言ってたしな。ゆくる、このサボテン。あ、律路、あれ首輪、カラーの専門店だよ。買ってあげる、あれを。つけないぞ、カラーは。え、世間ではノーマルで通してるのにつけるわけないだろ。ああ、そういうことか。別に外ではつけなくていいし、今は目立たないタイプのもあるみたいだよ。ねね、見るだけでも。あのな、あれはドムとサブが互いをパートナーって認めた時につけるんだぞ。うん、それはそうだけど、俺のものだって印をつけておかないと不安なんだよ。俺の、俺はドムのもの、ゆくるものになりたい。束縛されたい。肩、内臓も全部支配されて、ゆくるものに。律路。バカ、変なこと言うから体が勝手に反応し。え、俺のものってとこ、俺のものって思ったの。とってもいいんだよそこは。薬、薬飲む。せっかく安定してたのに。やめろ。薬なんて飲まなくてもさ、俺がいるじゃない。ゆっくり、ダメだ、苦しい。早くコマンドを。よしよし、かわいそうに。じゃあおねだりの仕方を覚えないとね。見て。そう、おねだりの時はそらさないで俺の目を見るんだ。そしたら次はキスして。てめえ調子に乗って。上手におねだりできたらご褒美が待ってるよ。気をこそ保たないと。意識を。毎回サブスペなんて入ってたらゆくるの思うツボ。律路、聞こえなかった？お仕置きかご褒美、どっちがいいの？